こんにちは。ぬいだのつむぎて日があかねです。あ、見てくださってありがとうございます。あやこさんからもスタンプいただいて、じゅんこさん、あかねさん、いいですね。癒されます。ありがとうございます。じゅんこさんもね、昨日ね、Facebook ライブ一緒にやったんですよね。はい、講座の時にね。というわけで、おとといもね、朝やったばっかりなんですけど、今日はね、時間があるので、Facebook ライブ、久しぶりにこのランチタイムにやっています。で、今日実はですね、今日の午前中、セルフリンパで有名な村田裕子さんのところでですね、なんだった？ すいません、コメント読んでたらね、言うこと忘れちゃった。村田裕子さんのところでね、最強小顔マッサージっていうのを受けに行ったんですよ。めちゃくちゃ痛くて、痛いですよって言われたんですけど、ほんと悶絶、痛くて、なんだろう、もう顔が逃げるみたいな感じだったんですけど、やっぱ終わってみたらすごくすっきりしてね、顔ちっちゃくなってるでしょみたいな、差をね、この差を皆さんにも公表しようと思ってね、2日前の動画を見てくださった方は、多分差が分かると思うんですよ。私自分でもこの辺がね、こうすっきりしまして、この辺がこうシャープになりまして、もうほんとね、素晴らしいマッサージは、痛かったけどいい気持ちだったんですけど、ゆうこさんとかで受けましたので、なんかね、今ね、キャンペーンなのかな、モニター募集かなんかで5名限定とかって言ってたのでね、ぜひ皆さん問い合わせしてみてください。セルフリンパで、沖縄ってつけたらもっといいのかな、セルフリンパだけでもいいと思うんですけど、検索ワード入れると、もうゆうこさんの動画がガガガガガってね、上がってきますので、ぜひそこからね、ゆうこさん探していただいて、問い合わせをしてみてください。すんごい気持ちよかったです。はい、ありがとうございます。コメントをね、いただいていたんですけどね、喋ってる間にこう消えちゃったみたいな、ごめんなさい。コウコさんとね、なんだっけな、いただいてたんです。ありがとうございます。はい、今日はね、なんだろうね、今朝未明ですかにね、地震もあったということなので、最近日本でね、災害がすごい多いなーっていうのも含めて、やっぱりその現地にいる人もそうですけど、遠く離れたところに家族がいらっしゃる方とかね、心配だなーとか、いろんな気持ちがね、あると思うので、まあそれをこう穏やかにするっていう意味も込めて一曲弾きたいなーと思っていたので、いつもね、こうお母さんに抱かれている時の気持ちを思い出してほしいなと思って、愛に包まれてというね、題でね、一曲弾いてみたいと思います。あ、藤野さんだ、タイミングよく見れて嬉しいといただきました。ありがとうございます。本当久しぶりにね、ランチタイムにやってんのでね、ちょっとした緊張感があったんですけど、はい、見てくださって嬉しいです。じゃあ、皆さんのね、心がいつも穏やかで、どんな時でもね、穏やかで、あとはね、早く、一日も早いな、災害を受けた地域の復興を願って、祈りながら弾きたいと思います。ぜひ聞いてくださる皆さんも一緒にね、祈っていただけたらなと思います。では弾きます。
愛に包まれてというね題名で弾かせていただきました。はい、今お昼時間なのかな。私もなんかお腹が空いてきたんですけど、皆さんご飯食べましたか。はい。そうですね、この間ね、あの私イベントの案内をしたんですけど、あの曜日も間違えてたし、もしかしたら日付も間違ってたかもしれないっていうね、あのことがありましてね、それもまた再案内しないとなと思っているんですけど、1個間違えたものからいこうかな。来週の水曜日、火曜日って言ったんですよ。来週水曜日のね、9月12日の水曜日に魔法の癒し箱という毎月1回開催しているイベントがあります。主催のね、癒し屋ニコリのコウコさん、そして私日賀あかねが主催でね、去年の12月から始まってもう10回目になるのかな、あの9月で迎えます。で、少しずつね、あのファンの方も増えていて、あの皆さん長居する素敵なイベントになってますので、ぜひあの遊びに来てください。こんな感じかな、こうしたらいっぱい見えるのかな、はい、こんな感じでやってます。はい、のでぜひ遊びに来てください。これをね、この間間違ってね、なんか火曜日とか言っちゃったんですよね。なので12日の水曜日でございました。はい、じゃあ昨日ね、そのね、主催のあのコウコさんと一緒にね、いろいろめちゃくちゃおしゃべりしながら過ごしたんですけど、いろんな、まあ、日々の気づきの中で、外に向けてはやってるけど、自分に向けてとか、割と家族に向けてとか、日々思ってることをやってないことが多いなっていうね、気づきがとってもあって、なんか人に対しては私がついてるから大丈夫よってなんかね思う気持ちがあるのに、なんか例えば家族、一番こう近い夫にはそういうことすら忘れてたとかね、なんか私がいるから大丈夫よっていつも思ってなかったなみたいなことに気づかせていただきまして、はい、というなんかね、身近なところからだなっていうところを再確認したんです。なのでぜひね、皆さんもなんかこう身近なところでね、まあ、自分についてもそうですよね、忘れて人のことをやってるけど自分のことうっかり忘れてましたみたいなことがねないかどうか、ぜひ見直してみてください。ありがとうございます、こんにちはっていただきました。お名前が見えない、はらちゃんだ、ありがとうございます、久しぶりだね。はい、なので自分をね大切にしてほしいなっていうことと、やっぱ足元からだなと思ったので、あなたを見つめてという題名で弾きたいと思います。ぜひね、自分のことよく考えてみてもらって、自分のあと家族のこととかね、ぜひ思いながら聞いてみてください。
はい、あなたを見つめてと題して弾かせていただきました。あ、夏美さん、あかねさんって、だな、美しいって、ははは、ありがとうございます。今日ね、小顔マッサージをしてもらったんです。もうね、本当に本当、悶絶ってこういうことを言うんだなっていうぐらいね、痛かったんですよ。こことか、この顎のね、このここ、これ本当に手でやってんですかって聞きましたからね。手でやってましたけど、あのこのカッサとかね、石とかでやってんじゃないかって思うぐらい痛かったの。あたちんさんがハート、そう、痛かった、本当痛かったんです。でもね、終わった後すっきりですよ。私すごい頭痛をしながら行ったんですけど、なんか頭痛も緩和されてますし、なんか今すごい元気ですね。なんかすごくないですか。はい、あのセルフリンパの村田優子さんにやっていただきましたので、ご興味がある方は Facebook でもね、探せると思うので、探してメッセージしてみてくださいね。すんごい痛いけど気持ちよかったというね。っていうか、あの何よりこう結果が大事ですからね。あの顔がちっちゃくなりました。ねえ、もうほんと痩せてないけど痩せたみたいみたいな、そんな感じですよ。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、どうしようかな、あと1曲ぐらいかなと思っているんですけど、まあ、最後に弾く前に、イベントのね告知をさせていただこうと思います。さっき一つは やりましたけど、もう一回やっちゃいます。これ私が癒しゃニコリのココさんと主催しています、魔法の癒し箱レインボーフェスタ、毎月1回平日に開催しています。浦添市の結の町の方で10時半から16時4時までですね、のんびりと遊びにいらしてください。だいたい35ぐらいかな、ブースがあります。美味しいものと、あとボディマッサージと占いとかね、あのいろいろありますので遊びに来てください。そして、来週、あの2つとも来週ですけど、もう1個名護に行きます。9月の15日ナンマムイネイチャーリゾートというね、素敵な素敵なリゾートホテルで、大きなねイベントが開催されます。毎月ね、チュラピーということでナンマムイネイチャーリゾートで開催されていて、私も2ヶ月に1回ぐらいのペースで出展させていただいているイベントのなんか大きなバージョンですね。ホテルが一体となってやる形で、これも飲食のブースとか、あとはね体験ブースもあるみたいで、私があの体験ブースで一番楽しみにしてるのは火起こし体験とかができるみたいです。だからこれはね、あの子供たちにさせようと思ってるんですけど、まあ私は働いてるので、あの家族にねお願いして、子供たちもね、シーサー作りとかもあるみたいなので、多分大人も子供も子かな、楽しめるイベントになってます。なごみフェスタ、9月15日ですね、ナンマムイネイチャーリゾートにて開催です。なのでこちらも遊びに来てください。こっちはね、あの完全にシンギングボールのボディヒーリングのみで出展します。眠って受けられるタイプですね。でこっちは音の処方箋のピアノがメインなので、魔法の癒し箱ではピアノがメインで、シンギングボールは座ったまま受けられるタイプのものだけ提供してます。でこっちはシンギングボール、ボディヒーリングがメインで、30分コースと60分コースと、お部屋でね、ホテルのお部屋でさせていただきますので、ゆっくりできますよ。ぜひ、あの私以外にもたくさんのね、あのセラピストのスペシャリストが揃えますので、遊びに来てください。はい、というわけでね、いつもありがとうにしよっかな。最後はなんかわかんないんですけど、今ね最後に感謝っていうのが出てきたんですよ。なのでまあ私もそうですけど、最近よくね、あのピアノを使ったチャクラヒーリングっていうのやってるんですけど、あのいつもありがとうを自分にだけじゃなくて、あの自分の大切に思う人、例えば身近にはいないけどいつも思ってる人とかもいるだろうし、いつも身近すぎてありがとうを言ってない相手もいるだろうし、あの誰に向けてでもいいので、いつもありがとうっていう気持ちでね、あの皆さんも聞いていただけたらと思います。では今日最後の曲、いつもありがとうと題して弾かせていただきます。Thank you.
はい、いつもありがとうと題して弾かせていただきました。なんか弾いていたら昼なのにね、夜空でしたよね出てくるイメージはなんか夜空だったんですけど、今日ね、そう、あの小顔マッサージを受けてきて、あー顔がちっちゃくなったと思ったから、それをね見せたくてね、あのライブしようと思ってやったんだけど、あの題名はね緩めるにしたんですよ。やっぱ緩める時間って大事だなって思ったりとかして、でなんかそれもリンクしてるんだなと思ったんですけど、最後いつもありがとうって曲弾きながらこう夜空をね眺める感じが出てきたので、こう皆さんぜひね今日の夜ね空を見て星を見たりとかしながら自分を緩める時間をぜひ持っていただけたらなと思います。そしてあのいつもありがとうとね、あの日頃言おうと思って言えない相手とかねにぜひ声を出して、今はね聞きながらいつもありがとうってこうイメージしてもらいましたけどぜひあの自分にもそうですけど、自分に向かってもいつもありがとうねっていうのも大事だけど、あのその言えてない相手、なんか近すぎて言えないいますね、家族とかね、あの親とかね、そういう人にぜひいつもありがとうと声に出して伝えてみてください。というわけで久しぶりにあのお昼時間にやりましたけど、あの見てくださってありがとうございました。またやります。良い一日をお過ごしください。